2020年、あるところにドラえもんとアドラえもんがいました。ドラえもんは川へ洗濯に、アドラえもんは川へ洗濯にしました。川を洗濯しているとえぐーって桃尻が流れてきました。これはすごいとアドラえもんは言いました。ドラえもんは家まで吹っ飛ばしました。ドラえもんとアドラえもんはせーのパーンって桃尻を割ると中からこてつくんが出てきてました。こんな大きい、こてつくん見たことないわ。こてつくんは鬼退治に出かけました。ドラえもんとアドラえもんはうんちを渡しました。食べると強くなりうんちなっちゃう。桃太郎さん、こてつくん、なんだ桃太郎さん、なに、そこのお腰につけたうんこ僕にください。いいよ、鬼退治に、鬼を退治しに行きましょう。行くよ。てか犬じゃなくてモルモットなんだけどね。いいよ、このしろくんちゃん、お供します。ありがとう。じゃあどんどん進んでいこう。桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたピンクのうんち僕にもください。いいよ。お供します。ありがとう。で、なんか声変わってるような気がするけど、シロ君と同じような。桃太郎さん、桃太郎さん、私にくれ。いや、それどころか、なんでもない。じゃあ、いいのくれ。じゃあ、お手も締めて言う。